やっていこう。流行り紙ですね。やっていこう。さあ、どうなったとこだっけ。そうだよね。先輩が犯人の可能性が出てきたという展開ですね。そうですね。それは確かに。男勝りとはいえ、先輩は女だ。さすがに一人で薫の遺体を運ぶなんてことは考えづらい。しかも、この結婚から考えるに、薫は何者かに担がれているはずだ。もし引きずられていたなら、こんな風にポツポツと結婚が残るはずはないし、もっとずっと結婚が残っているはずだ。となると、共犯者がいる。そう考えるのが妥当よね。共犯者、小杉先生と共犯なのかな、先輩は。そういうこと？そうですね。共犯者というより主犯かも。思い出してみてミキ、あの時の宿直室、明らかに人がいた痕跡があったわよね。それにミキが見た天井裏の影、あの宿直室には他に誰かがいたのよ。なるほど。では誰が？ちょっと待って、さっきのハグロとタタラの話だけど、小杉先生はもともとタタラ家の人間なのよね。うわー、繋がってきてる。そっか、だから先輩は優香を追いやったのか、一人で行ってっていう。で、ミキと一緒に職員室に行くっていう体で追い払って、薫を一人にしたのか。じゃあ、この可能性はあるかもしれないね。先輩の動機がわからんけどな。先輩もたたらけ寄りなのかな。ミキが語ってくれた、ハグロ家とたたらけの話。あれが本当なら、この人物のことを視野に入れないといけない。こっちだよね。小杉先生が関わっているとしたら、それはなぜ？それは彼の旧姓がタタラだから。タタラ家と羽黒家の因縁、今回の事件はその因縁に関係しているとしたら、小杉先生の存在を視野に入れておかないと。先生と桜先輩が共犯だとして、何をしようとしていたのか。外に出ようとしていた。校内を徘徊していた。え？外に出ようと。薫を殺すことが目的なのかな、二人は。優香さんも追いやってたから、薫を一人にしたってことは、第一目標は薫だったのかな、羽黒家だし。で、薫の遺体を始末しようとしてるから、外に出ようとしてるってこと？そうか。外に出ようとしていたんだ。だから隠された扉を。しかし、どうして外に出る必要があるのだろうか。死体を車に乗せたいから、天狗の祠に向かいたいから。まあ、こっちだよな。天狗の祠に向かいたいから。あの滝は人が落ちると二度と上がってこないという噂がある。死体を隠すには絶好のポイントだ。それはでも試したのかな、二人は。噂でしょ、あくまで。そうか、向かう先は天狗の祠か。これでか。小杉先生が犯人ですか。ミキは私の推理に驚いているようだ。だとしたら、という仮定よ。あくまでね。この辺りじゃ、家の没落っていうのは大変なことなんでしょう。ええ、それはもう。なら、没落させた黒羽の羽黒の人間を恨んでいる可能性はあるわ。でも、小杉先生は最終バスで帰って行ったじゃないですか。それは私たち全員が見ていますよ。バス停で、バスに乗るはずが、実は乗っていなかったとか。それはないですよ。だってあのおばあさんの手を引いてバスに乗りましたもの。そうだよね。しかも私たちはそれを見送ったんだもんね。次のバス停で降りた。でも可能性はあります。例えば次のバス停で降りて車で戻ってきた。そうです。その可能性は十分にあります。もしかして私たちがロッカールームで聞いた車の音、あれは管理人さんが帰って行ったんじゃなくて、小杉先生が戻ってきた音だったとか。それは、あるかもしれませんよ。うん。なかなかいい線いってるかもね。動機も十分ですし。いや、だとしても怖いよ。この状況でなんで冷静に推理してられるの、この子たちは。度胸がやべえよ。行くよ、ミキ。先生は、天狗の祠だわ。天狗の祠、あそこは、滝口の水流が複雑になっていて死体が上がらないっていう噂が。そうよ。この雪の中じゃ、他に安全な隠し場所なんてない。先生は薫さんの遺体を投げ込む気ですか？
多分ね。でも、そんなことさせない。繋がってきてるね。結婚は廊下にずっと続いている。これで先輩がよくわからんムーブしてたのも繋がるし。先輩はでも、ゆうかさんのこと救おうとしてんのかな？トイレの個室に閉じ込めてるし、小杉先生も閉じ込めてる。そういうことだよね。やっぱ薫だけが目的なんだな。私たちは、それを追って歩いているのだが。三人必要だったのは、ゆうかさんがいないと薫が出てこないからか。そうなると。でも赤い目は謎だな、未だに。やっぱり。結婚をたどっていた先には、扉の開いた昇降口がある。ああ小杉先生は緑の天狗の仮面だったもんな。赤い目だけが謎か、今。そして結婚は、さらに外へと続いている。やっぱり、天狗の祠なんですかね。まず間違いないわね。滝の噂を知っていれば、まずそこに隠すはず。行きましょう、優香。天狗の祠へ。うん。ミキ、あなたはここで待っていて。私一人で行ってくるわ。なんでよ優香、どうしてですか。何かあった時のためか。わかんない。わかんないけど。一人で行きたいの。多分、薫のことだからだと思う。別に正義感からだとか、そういうことじゃなくて、なんていうのかな。わかんないや。別に一人で行く二人で行くは正義感に関係ないと思うんだけどな。行かない行くはわかるけど。わかりました。気をつけてください、ゆうか。あっさりミキちゃん。ミキ、ありがとう。新聞広めといて書いといて今のうちに。ミキも一人でいたくないでしょ、ここ。ミキ死ぬ可能性ある。もしかして一人にしたから。赤い目で。そういうことある。どうして一人で行くなんて言い出したんだ。自分でもその理由がよくわからない。薫のことだから。それともことの結末を見たいか。これは真実を見たいから。それが私の方を打つが、それでも歩みを止めるわけにはいかなかった。小石が飛んでくる。なぜそんな強いのかな。先輩の失踪、薫の死、私たちはただホルマリン漬けの女性との噂を確かめに来ただけなの。ただそれだけなの。いつしか私たちの冒険は事件へと変貌していた。そしてこの先には真実がある。おそらく私の予想している真実が。しばらく吹雪の中を歩いたからか手の指先が痛む。でも薫はもっと痛かったはずだ。あんなことになってもっと辛くてもっと痛くて、それを考えたらこれくらいで泣き言なんか言ってられない。天狗の祠、そこにある真実までもう少し。自分を奮い立たせながら歩いていく。もうすぐ真実が全て明らかになるまで、もうすぐだ。さあどうなる。羽の音はよくわかんないな。でも鳥の羽の当然と言うべきだろう。あたりのあたりに人の気配はなく、漆黒の闇の中に滝のゴーゴーと流れる音だけが響いた。今の悲鳴は、先輩？先輩も始末されそうと。私は声のした方へ振り返ったが、吹雪の吹きつける音と滝の音だけが響いている。先輩の姿は愚か。声も聞こえない。これあったね、ゲームオーバーで。うん。鳥ね。うん。これは演劇部の仮装とか使ってんのかな？こうなると小杉先生が。そういう感じか？そういう感じにも見えるけどな。で、目か。ここまでは同じだね。包まれたら終わり。羽のカーテン。あれ？あ、え、あ、落ちるのはあるんだ。え、同じゲームオーバーかこれ。え、祠に行くのかなと思ってたんだけど。ここまでも同じ。でもスキップはできない。動かない。あ、変わってる。どこかで聞いたことがある。人間は限界を超えた痛みを感じると、それをシャットアウトしようと脳が働くと。参ったな。アドレナリンが出るとか。限界超えちゃったかな。あ、いいな、このセリフ。このセリフいいな。口癖で言ってみたいな。参ったな、限界超えちゃったかな。いいな。あ、これいいな。このセリフ好きだな俺。これ綾瀬に言ってほしいな。あ、空が、太陽が昇ってきた。あれ、流れは違うけど同じか。流れっていうかセリフは違うけど。ああ、最後の曲になっちゃった。え、ほこら行かないの？あれ、同じですか？あ、でも動かせない。痛む、あちらこちら。
安静にしてないとダメだよ。あなたは打撲に骨折、結構な渋滞なんだから。僕は高田という先生なんだがね組織が絡んできてから逃げてきたんだ。うん。ああ、ミッキーが駆け込んできた警察に。ほう。ほう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 。ちょっと違うね。朝急にね、友達が大変だって。ミッキーが。そうよ。それで天狗の祠まで行ってみたら、崖下にあなたがいて。もう少し発見が遅くなっていたら、助からなかったかもね。おう、気づいたかい？眠り姫。あなたは？俺は佐藤。県警の刑事だよ。そうですか。なんだか、同じね。ここは同じだね。で、ミッキーもいる。ミッキーは終始一個か、じゃあ。うん。同じだね。遺品。ラブレターね。滝の中。てか、洞窟ね。ほこらね。ハグロ流。ハグロ、なんつった領事。あれこのセリフって出た？今初めて出た？名前の読み出たの初めてな気がする。あ、初めてだね。やっぱ言ってる。今まで闇に隠されていた科学教師の名前が初めて明かされた。アグロとタタル、教師と生徒、許されない恋に落ちた二人は悩みついた挙句滝に身を投げた。しかしその時死んだのはタタラ勇だけだったとしたら、え、この刑事さんは何が言いたいんだろう。そして生き残った、まあ、同じね、カオルね。あ、なんか違ってる。カオルが40年前に神隠しにあった科学教師の娘、親子だっていうの。ここまではいい。少なくとも俺はそう見ている。実は調査の結果、小杉がタタラ勇の弟だと判明した。二人は師弟だったんだ。そういうこと？弟か小杉。え？ということはだ、なぜ小杉が、グロバの、ハグロの家の中でも、ハグロカオルを狙ったか。逆説的にはなるが、こんな説明ができると思うんだ。それは、タタラ勇を一人死なせ、タタラ家を失墜させた男、ハグロ領事の血を絶やしてしまいたいという復讐心だ。それで、先生はカオルを、先輩は何だ？どうだい、あくまで想像の域だが、俺の推理もあながち、ゼロ点ってわけじゃなさそうだろう。でも、それが真実だったとしても、何の罪もないカオルを殺すなんて、ただ血を引いているというだけで。カオルは自分の父親のことを知っていたのだろうか。ところで、君の先輩なんだけど。さくら先輩ですか？そう。ああ、錯乱してんだ。何かを見た。天狗の目を持ったのはずっと先生天狗。先生天狗か。先生は小杉のことか。緑色ね。トイレで見たあれだ。そう。そう。私がトイレで気を失った時、あの時に見た天狗らしき顔。あれは先輩の仕業だったのか。そういうことだよね。そうだ、ケンジさん。カオルは？カオルの遺体は？天狗の祠からは発見されなかった。かなり本格的に調べたんだけどね。それから小杉も行方不明だよ。神隠しみたいになってる。小杉先生も？ああ、小杉と桜さんは共犯関係にあったんだ。共犯ですか？そう、二人は実は恋仲だったんだね。そうだったのか。そういうことか。恋仲か。またここで変な流れができてる。うわ、そういうこと。先輩、桜先輩なんで？ああ、二人は恋人同士だったんだ。それで、さくらさんは小杉の復讐を手伝った。だから実行犯は小杉だな。小杉はすでに指名手配されている。そして、さくらさんも回復次第、事情聴取だな。そう、ですか。じゃあ俺は失礼するよ。お大事に。軽薄そうな刑事さんは、場に似つかわしくなく、爽やかな笑顔を見せて去っていった。ああ、結局、いろいろなことが複雑に絡みすぎていて、私の頭ではどれだけの事項が処理できたのか、正直なところはわからない。ねえ、ミキ、何ですか？結局、何だったんだろうね。
事件のことですか？うん、ホルマリン漬けの女性との噂。どこをどう伝わったらそんな噂に変形して私たちにもたらされるのか。その噂の中に隠された真実、なんだか私興味が湧いてきたよ。メンタルどうなってんの、ゆうかさん。噂がどうして発生するのか、どうしてそれが広まっていくのか、私大学に行ったら調べてみようと思う。自分の力で。あ、これでそういう方向に行くのね。ああ、でもそれは納得いくね、なんか。ゆうかさんらし、ゆうからしいですね。でも、それも悪くないかもしれません。私も。新聞記者か。あ、それで現代。というわけで、先輩はしばらくして回復したんだけど、事件当時のことは何も覚えていなかったの。私も両親の仕事の都合でその後転校しちゃったから。先輩回復したんだ、この世界では。で、現代か。誰かに話してんの？はあ。これが私がオカルトと出会った時の話。どう、ミッカ君。初めて俺喋った。うーんって。そうでもないか、めっちゃ喋ったか。うん、そうだね。僕は思うんだけど、小杉の完全犯罪計画、それはちょっと違うような気がするんだ。違うっていうと？僕が思うに。え、ロジック俺が立てんの？あ、そうなの？あ、そういうスタイルか。聞いた、俺がロジックを立てるスタイルか。うわー、そっか。なるほどな。どうしようか。じゃあまずここから、羽黒領事と関係は親子だよね。これはいい、これは確定的でしょ。サビとは恋仲、因縁は絶対服従、神隠し、没落、因縁、復讐心。あ、家の話か。家の話ね。因縁ね。で、この二人はここか。そうね、駆け落ちかな。本当の愛、駆け落ち、事故、神隠し、まあ、本当の愛ではあるかな。愛ではある。ハグロが駆け落ちだな。ホルマリン漬けの生徒の噂、この二人、復讐、どっちからどっち、矢印がないのか。恋仲、二人は恋仲ないか。復讐心、小杉先生は香りに恋、復讐心を燃やしていった。殺害、ここ確定させない方がいいのかな、俺の想像だから。ちょっと違うなとか言ってるし。で、ミキは新聞部シンプルな。先生は弟で、ここ恋仲か。恋仲、先生は実行犯、確定させない方がいいのかな。三角になりそうだな。でも長靴、長靴も夏だな。でも確かに実行犯かな。でも当てはまるので、ゆうかさんは本当の愛、違うか、違うか違うか、親友ね。で、おばあちゃん何も出てこないの。おばあちゃん、おばあちゃんなんか怒ってるっていうおばあちゃんこの前何も出てこないのか。そう、まあ、これで正解だと思うけどな、ほぼほぼ。ただ俺が違うっていうのはなんだ、ちょっと違うと思う。ほいほい、そうだよね、間違いはないね。一応間違いではないんだよね。 OK、 とりあえず可にしてみました。そっか、いやでもなんか先輩こういうなんか、小杉先生が犯人だと考えるとおかしな点がある。カオルは撲殺されたんだよね。辛いことを聞くようだけど、カオルさんは。そうよ、それだとおかしいところが出てくるんだ。だって小杉先生がやったとしたら、何としてでもカビ隠しに仕立てあげたいはずだろ。血が残ってるのはダメってこと、それが復讐になるんだからね。でもカオルさんは撲殺された、ということは血痕が残ってしまう、すなわちカビ隠しのせいにできなくなる。そう、もしかしたらミキさんが見たという天井裏の天下、その人物が全ての犯行を行ったとは考えられないかな。じゃあ他にもあの校舎には人がいたと。そうなるね。おそらく小杉先生はカオルさんの遺体を、死体を見つけて桜さんの仕業だと考えたんだろう。それで長靴を履いて天狗の祠へと向かった。カオルさんを担いでね。え、じゃあ追ってきたのは誰？先輩？キャーって声もしたな。なんかいろいろおかしいな。この時点で小杉先生は滝へ行っているわけだから校内にはいない。ということは優香さんが追いかけられたのは全く別の人物ね。そう考えた方が筋が通るだろう。そしてその人物は天狗の祠にたどり着き、そこで小杉先生と出会う。
さくらさんともその時その人物を目撃したんだ。多分。でも先輩はその後しばらく錯乱状態になっていたんだよ。そんな状態になるなんて。例えば目の前で小杉先生が消されたら、愛する人が目の前で忽然と姿を消したら、それならそうなるか。まあ全ては優香さんの話から推測したことでしかないけれどね。もしかしたらその人物は天狗だったのかもね。面白い推理だな。突然背後から声をかけられ、私たちはドアの方へと振り返った。そこには桐崎先生が立っていた。兄貴、サトルくん大丈夫だった？サトルくん兄貴、面白い話だった。それから3日、お前の推理もなかなか見事だったぞ。兄さん、聞いていたの？ああ、途中からずっとな。それなら声をかけてくれればいいのに。立花君はそう言ってむくれた。どうしたの？どうしたの、ゆかさん？あ、そうだ。そういえば、一つだけ謎が残っている。音楽室？違うか。カオルの死体の行方。警察の捜査でも見つからなかった死体。カオルはどこへ行ったのだろう。滝壺にないとすると祠、もしくは屋根裏にある。でもそうすると先生たちが祠に行った意味がわからない。滝壺の中に今もあるのか。いや、そんなことは考えたくない。もしかしたら死体という認識がすでに間違っているのかもしれない。私はそう思う。カオルはどこかで生きている。神隠しにあって、きっとどこかで今もそういう感じか。あ、クリアですか。 A クラスですか。進学目指そう。あー、なるほどね。あれー、 20% も残っていらっしゃる。 20% も残ってるし、次の話出てないよ。マジか。あー、じゃあ次回からちょっと見てないところ回収していきます。はい、ありがとうございました。ありがとうね。そっか、面白かったな今回の。